はい、どうも、一般人です。いやね、ちょっとね、虫歯になっちゃってね、この上の奥歯のね、親知らずが痛いんですよね。すげえしみる。こういうね、今ラーメン食ってんす。ラーメンつか、まあ、味噌汁作ってね。飲んでるんですよ。普通はね、うまいっていう、感覚だけなのに。ああ、めっちゃしみて、こう、相手。痛み止め飲んでんだけどね、今日ちょっと歯医者に行って、もう刃のね、虫歯なったやつを抜いてこようと思います。なんで虫歯になったかっていうとね、コロナの影響だね。いや、直接的な影響じゃないんだけど、コロナでしばらくね、歯医者にね、行けなかったんですよ。行っちゃいけねえのかなと思って。そしたらね、虫歯が進行してしまって、このありさまが、めっちゃ痛い、ここがすげえ痛いですね。結構ね、こういう方いるんじゃないでしょうか。皆さんもね、コロナを恐れるあまりね、行かなきゃならない病院に行かなかったりしてる人もいるかもしれないのでね、気をつけながら行った方がいいね。手遅れになる前に。というわけで、一般人でした。ちょっとね、今日歯を抜いたらまたお知らせします。お願いします。バイバイ。いや、うまい料理がね、うまく感じない、これだと。うまいじゃなくて痛いになっちゃって、バイバイ。いや、マジで、歯を抜いてきましたよ。というわけで、昨日はね、ちょっとね、麻酔が効いてて、ちょっと喋るのもあんまり喋れなかったんで、撮影はしなかったんですが、ついにね、気分爽快ですね。歯の痛みがないっていうのは、こんなに幸せなことだとは、ちょっとね、今まで感じてなかったかもしれない。こっちの上にね、ぽっかり穴が開いてます。穴が開いてね。見えないかもしれないけど、とりあえずね、穴が開いております。まだ塞がってない。合計ね、今までに2本ね、親知らずを抜きました。まあ、どっちもね、やっぱり虫歯になって親知らずを抜いたわけなんですが、一応ね、親知らずっていうんですが、一応ね、うちの親に、親知らずを見せたんで、親知らずではなく親知ってるっていうことになりました。というわけで、親公認の親知らず、親知ってるでございます。というわけで、皆さんもね、虫歯になった際には早めに治療もしくはね、抜いた方がいいかと思います。これでやっとね、うまい飯が食えるよ。今までね、飯食ってでもね、もううまいよりも痛いの方が先に来てたんでね、これからやっとね、うまい飯を食えると思います。まだね、穴がちょっとぽっかり開いてるんで、その穴にね、ちょっと食べ物が詰まっちゃうとちょっとまずいみたいなんで、あんまり噛めないんで、まあラーメンぐらいだね、食べて。
こっちに少し傾けてね、できるだけ穴に異物が入らないようにしながら食べていきたいと思います。まあ味はね、美味しくなってます。やっぱり幸せだなこれ。ないっていうのもね、なんで親知らずって入ってくるんだろうね、あれね。本当はね、昔は原始時代とかそういう時は一応ね、奥歯がこう硬い米のもみとかこうすりつぶすのになんかそういうの食ってたから、猿の頃だね、まあ原始人の頃、そういうの食ってると歯がすり減ってダメになっちゃうんで、それでね、それをカバーするために親知らずがね、生えてきてたらしいんですが、このね、飽食の時代というか、食べ物が柔らかくなった時代ではそんなにね、歯もすり減ることがないということで、今となってはね、不要になったみたいです。それで皆さんもね、親知らず早めに処置した方がいいと思います。結構痛みはね、抜いた時は全然なかったね。なんか結構簡単に抜けた。あれ、もう抜けてんのみたいな感じだったね。麻酔打つ時こうちょっとチクッとはしたけど、その後ね、なんかペンチみたいなのこう中に入れて、すげえガーンってくるのかと思いきや、ここってやってる間にもうポロってね、外れてたんで、結構ね、簡単にね、抜けましたね。私の場合は。まあ、俺の場合はかもしれないですけど。それでね、どうなんだろうね。しかもこう後ろ側丸だったね。俺こういう風になんかこうギザギザになってんのかと思ったらね、ただの丸い感じだったんで、まあ親知らずってこういう感じなんだなと思って、もう、ね、次の日になったら全然痛みはねないね。一応痛み止めのロキソニンと、あと可能止め、トロミンかな、なんだっけ、忘れちゃった。トミロンか、トミロンとかいう薬ね、もらって飲んでますね。というわけで、ね、皆さんもよかったら早めに歯医者に行った方がいいです。またよろしく、バイバイ。いやー、きつかった、あの痛みは。壮絶だったからね、夜寝られなかったもん。夜起きちゃったもんね、俺思わず。それでは、バイバイ。